はいどうも、ラリクマチャンネルのともあきです。ということで今回も今回も面白い銃をね、購入したので紹介していきたいと思います。まあ銃っていうよりかはカスタムパーツですね。前回紹介した AP01 アサシンのカスタムパーツを今回は購入しました。それがこちら、じゃじゃーん、こちらマキタです。マキタの電動ドライバー電動ドライバーっていうよりかは、まあこれエアガンなんですよ。エアガンというかガスガン、 AP01 アサシンの、ここね名残があるでしょ、 AP01 のアサシンにこう上からこうマキタのドライバー風に見えるように、パーツをつけた感じになります。でこれのパーツを組み込むキットを今回購入しました。なので、そちらを組み込んだ状態のものになります。でこれね、面白いのがこれ上のフレームだけじゃなくて、もちろんマガジンバンパーもマキタになってます。なのでこうマガジンをね入れると、もうこのバッテリーですね、まあ、マキタで言うとマキタのバッテリーが刺さってる風に見えるという感じです。ちょっとねここがね、なんかもうちょっとカスタムパーツあった方がマキタ感はもっと増すんだけど、でもやっぱもう握っちゃえば、グリップとして握っちゃえばもうほぼマキタですから、マキタの電動ドライバーだから。すごいよねこれね、これすごい面白い、本当になかなかないよね。ではで、じゃあこちらの方、詳細の方を話していくんですけども、の前に、もう組み込んであります。で、もし勝手で組み込み方わかんないよって方も多分いると思ったので、サブチャンネルの方で組み込んだ動画の方を上げときましたので、そちらの方チェックしてみてください。サブチャンネルは下の概要欄の方にあります。他の動画もあるのでぜひ見てみてください。じゃあ早速詳細の方見ていきたいと思います。まずね、バレル、もうこの特徴的なねバレルすごいよね。バレルって言っていいんだかドリルって言っていいんだかわかんないけど、バレルですね。これちゃんとね、先端に穴が開いてて、こちらから弾が出るようになってます。でこのね、ウィーンってこうドリルのちゃんとね切ってあって、このパーツは樹脂製になってます。なのでまあドライバー、電動ドライバー、電動ドリルみたいにちょっと金属で15個ある感じではないです。もうちょっとチープな感じがしちゃいます。ここから塗装もね結構粗いんですよ。であとこの切れ目とかバリーみたいなのがねちょっと残ってたりとかするので、ここはちょっとチープなんだけど、でもこの後ろここね、電動ドライバーの電動ドリルのこう止めるところとかもあったりとか、あとこれ面白いとこ、これいきますよ。これ回るとカチカチ言います。これ多分電動ドリルにもある仕様で、多分こうやって回るとこがあるんですよ。そこもちゃんと再現されてるっていうね、ちょっと細部にこだわりすぎでしょみたいな感じです。本当にすごいよねこれね。なんで回る意味ないんだよ、ガスガンでここ回る意味なんて全くないんだよ。全くないのにつけちゃうとこがまたいいよね。で電動ドリルのここの部分、このちょっと見えるかな銀の部分、こちらが金属パーツになってます。唯一の金属パーツ、まあ言うてもまあどなんだネジとかは金属なんだけど、ここはね金属パーツになってます。で醍醐味のこのフレームの部分、フレームで合ってるのかな、なんかアサシンはほらスライド引かないから、スライドの部分ってか、ごめんフレームじゃなくてスライドの部分になってます。こんな感じ、ちょっとね肉抜きがあって、でドリル感があります。ここは本当は多分モーター冷やすために空気が入るようになってるのかな。俺マキタの電動ドリル使ったことないから分かんないんだけど、こんな感じになってます。使ったことないけど画像では見たことあるみたいなみんな多分一回は見たことあるよね多分ね、って感じになってます。でこれね、どんな感じになってるかって言ったら、組み込む動画見てもらったら分かるんだけど、これフレームのスライドの上にこのマキタのここの部分をこう被せてる感じになるんですよ。であとこっちは前からインナーバレルの上にこう被せてる感じになるんだけど、これ上からガツって被せてる形なんで、前のスライドを使っある状態から被せてるんで、だからちょっと厚みがあるんですよ。少しだけこんな、わかるかな？少しだけ厚みがあるので、だから今までアサシンで使ってたホルスターとかには入らないです。で、下の部分は今まで通りアサシンの部分になってます。なのでちょっと特にね、レビューはないんだけど、で、これ、ちょっとね、まあ、いいところって言ったらまあ、見栄えしかないんだけど、悪いところを上げちゃうと、さっき言った厚みがあるって言ったじゃないですか。厚みがあるんで、ここのスライドロック解除ボタンが、ちょっと、下げづらいんですよ。引っかかりがないんで、上に当たっ
ってからこうグッてなるんで少し押しづらいです。グローブとかすると余計押しづらいかな。親指で押すってなるとフレーム、うん、スライドの部分をこう親指のここがね当たっちゃってちょっと入り組んでるんで指こう手首返さないとスライドロック解除できないのでそこがちょっと難点かな。あとちょっとこれねマガジンバンパー、これね実はマガジンバンパーなんだけど、あのマガジンバンパーって結構なんて言うんだろう、柔らかい素材、プラスチックよりもちょっと樹脂よりもちょっと柔らかいみたいな感じで、なんか落としてもまあそれなりに衝撃受けますよっていうのが、まあ、マガジンバンパーなんだけど、これゴッテゴテの樹脂なんで、でしかも中空洞なんですよ。空、もう多分組み込む動画見てもらったら分かるんだけど、これ中空洞で空なんで、多分ちょっとした衝撃で落としたりとかすると角から一気にバンっていっちゃったり割れちゃったりすると思うので、これは本当に気をつけてください。マガジンバンパー結構厚いからってちょっと安易に抜いたりするとすぐね、あの欠けたりしちゃうので、このマキトのカスタムでこれ使ってる人はあの本当慎重に扱ってください。マガジンはてかでもめちゃくちゃ抜きやすいのよ普通のマガジンバンパーよりも分厚いし、こう持てるから、こういう風に掴んで取れるから、あと、ね、もしマガジン他のに入れ替えるときにもこうここ持てるんで、このマキタの部分持ててこのまま入れられるんで、すげえ安定すんのよねこのマガジンバンパーだけはマジで優秀。落としちゃったりとかしなければ特に何もないです。問題なく動きます。ちょっとねネジ締めが緩かったりするとすぐこう振ったりしてるだけで折っちゃうんで、そこだけはね気をつけてください、取り付けるときにね。うんって感じになってますですかね。もうめちゃくちゃすごいのよ。ちょっとじゃあこれフルオートで空打ちしてみます。ちょっとフルオートで空打ちしたらね迫力半端ないよ。ドリルだよ本当に。じゃあ行きます、フルオート行きます。あ、ちょっと待った、フルオート行きます。音だけ、音とここが見えなかったらもう電動ドリルじゃない。行くよ。いやもうわけわからんわ。わけわからん。もう本当にわけわからんわ。ここ回ってないから全然感じないんだけど、電動ドリル感。いやでもすごいわ。すごすぎる。いやこのね見た目半端ない。俺がこうやって手で持っちゃえば本当に電動ドライバーにしか見えない。やばいわこれ。でアサシンなんで性能はねそのままいいです。順調に使えてます。だ一個言い忘れた、サバゲーしてた時にちょっと気づいたんだけど、あの東京マルイのマガジンあるじゃないですか、あれ入れるとスライドのここの部分がちょっとだけ浮くんですよ。本当にちょっと、こんくらいかな、こんくらい浮きます。だから打つ時、打ち始めとかはスライドロック解除して、あ、スライドオープンさせた状態でマガジン入れて解除してあげて、ちょっとここポンって押してあげるとやっと打てるって感じなんで、丸いのマガジン使う方はちょっとそこ気をつけてください。多分個体差で俺だけそれ引いちゃったのか分かんないんだけど、自分のやつはそういう風になりました。ちょっと何か解決策分かる方いたらちょっとコメントの方お願いします。でこれ俺これからねマキタのカスタムでちょっとハンドガンでやっていこうって決めた時に、ストックとかやっぱ精度が、まあ、そこまで、まあ、いいはいいんですよ、いいはいいんだけど、やっぱハンドガンの息を出ないから、やっぱハンドガンの息を出る伝説のねマキタを作って、ストックつけてね、なんかもうサイトつけてバッチバチのねマキタを使っていきたいんですよ。だからこれからねそういうカスタムをどんどん購入してね、カスタムしていきたいと思いますので、皆さんもねぜひ楽しみにしててください。マキタカスタム今結構ねマキタ あとアサシン1本買えるぐらいの値段で売ってるので、興味がある方いましたらぜひぜひ買ってみてください。これ持ってっただけで結構フィールドで話しかけられるんで、それマキタのあれですかとか結構知ってる方いてね声かけられるんで、ぜひぜひ購入してみてください。ということで以上、AP アサシンマキタカスタムでした。次回の動画もお楽しみに。またね、バイバーイ。マジ？やばいっしょ。これがエアガンの？これがエアガンのパーツ。この上のパーツとかをつけましたよっていうやつ。マジじゃない？これ。これマジだよね。こんなん売ってんの？そう、カスタムパーツ。最高じゃないかよ。ね。いや面白すぎでしょ。なるよねこれ。やばいわ。